さて皆さんこんにちは、ダイダラでーす。マリルイやっていきましょうか。今日はなんだっけ、山の頂上に行ってなんかするんだっけ。これ土管ってあれだよね、いろんなとこ行けるとこだ。まだ要は2って書いてるから2面ってことだよね。まだまだじゃん。頑張っていこうか。壁に描かれてる絵はウフローグリフという古代文字でーす。ギャグを書いてる、どういうことやね。遥か大昔ではウフ文明が発達していた。ウフ。これ何これ、ウフマウンテン登山道。これ家の扉がなんか個性的だよね。うん、カロンみたいな顔してんな、お前。よいっすー。レレルルララレリー。ウフ族の子孫だと言われてる。この国は豆族が中心だけど、我らのような他の民族もいる。基本は豆太郎しかいないんだね。変なの。よし。俺的にはね、早く BP を回復させる手段がね、宿屋的なのが、ね、ちょっといっぱい欲しいんですけど。ないんですかね、宿屋的なのは。よし。さあ、これスピンタイム、スピン。よし。これどこ通じてんの？ああ。さて、これは、二人で協力して、ペーポー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 。これ、ペース上げたらいっぱい稼げるのかな？ちょっといまいちわかんない。わあ、ここにバッテン書いてる。よし。あそこ掘れるとこだよね。ああ、めっちゃあるやん、これも。いいね、ワンダップキノコ。キロップコイン、ありがとうございます。滝のしぶきが気持ちいいね。あーってなるね。ここで君といつまでもこうしてられたらいいのに。ふイチャイチャすんじゃねえよおめえら。さあコインとキノコゲット。あ、出た。ブブ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 どうしたんこのマリオ。急に。ブブ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 ブ。デブマリオです。ブブ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 。やったー、コイン1枚だけ。ブブ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 って苦労したのに。今日もう一回やろう。なあ。ジャンプできねえマリオ。ブブ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 ブ。やったー、無限にコイン稼げるんじゃん、これ。やったぜ。いらん。生水注意。水を飲みすぎは気をつけよう。飲みすぎたら踏んづけてもらうべし。吹き出した水は周りのものに当てることは固く禁ずる。ドヤかかってないの。嘘やん。はい。さて、これが頂上へ続く道でしょうか。うお。何かぶつかってきてもオラは絶対倒れないですよ。多分。え？なんかぶつけるもんある？ないんだよな、ぶつけるもん。水は持ってけないんだよ、こっちに。こっちはまだ来るところじゃないってことかな。じゃあ戻りましょうか。ね、めんどくせえけど。まずはやっぱ山の頂上へ行くっていうのが今の目的なんでしょうかね。さあ、登山道登っていきますか。え、こっちじゃないの？何これ？うっす。そこ道、封鎖されとるやん。橋が治るまで山には登れない。ふ、あおいえい、直してくれよ。え、橋が壊れたんで直してんだ。ふ、村人と話して時間でも潰してくれだ。ふ、え、でも村人も全員話したけどな、この家以外。これが最後の石かよ。ハンマー兄弟の意地見せてやるがよ。一筋の登り石にかけるだよ。カンコン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 カン。壊しすぎやで。はあ、やっぱこんな石じゃダメがよ。もうハンマー作れないがよ。どうした？おめえら何してんだ？おいえ、ハンマーください。ハンマー作ってほしい？トロディントロビリアウナン。ほう、おらこいつ知ってるんだがよ。マイキノコ王国のマリオとルイジがよ。ジャンプとハンマーの達人がよ。あー、そうや、そうや、思い出した。そんな有名人がどうしてハンマー必要なんだ？需要はいいのに、いやいや、頼まれたものをきっちり作るプロってもんだがいいよ。だけど、ハンマーには、おほほろくつ石が必要だよ。で、プスラノドンが戻ってこなくなって、頂上山頂行けなくなったら、硬い石でよ、ハンマーならどんなものでも壊せる。山に来ていいけど、ジャンプがうまくねえから無理だよ。おいえい。
ジャンプのプロだな。じゃあ、オホホロック取ってきてくれるってことかい。おいえい。オホホロック取ってきてくれたハンマー作ってやるだよ。オッケー。とりあえずやれることは決まりましたね。ハンマーを作って、やっていくっていう感じ。あっち行けない。残念。はいやーい。今の見た？うん。なんか、ドゥルって言ったよ。ドゥルッ。ドゥルッ。ドゥルッ。はい、行きまーす。治った！早ーい。気をつけていくダフ。やったぜ。あ、BP と HP ヒットポイントフル回復でーす。さあ、これでようやく進めるね、先へ。登山の進め。低い段差は X ボタンを使うのがコツだ。同時ジャンプで体力温存せよ。ミニバップをよく使って、なんか怒り役でブフフーイって感じ。よし。さあ、敵倒しながら行きましょう。久々の戦闘だ。全部ぶっ潰してやるぜ。イェイ。マリオ強いよーい。イェイやーつい。エクセレント大ダメージ。えいやルイジー弱いぞー。あー、いった !6 目くらった。ルイジー危ねえ。ルイジー死ぬなよ。あっ、ふぃーぬ。こいつ、硬えなー。で、この豆ゴロ。ちょっとレベル上げした方がいいかもしれないね。この豆ちゃんのやっつけるのに。エクセレントウィーヌ。よし。さあ、コインも10枚獲得です。1試合で10枚もらえるって結構でかくない？ね。ただやっぱ気になるのはさ、あれだよね、なんかお金使うところがまだ全然ないってとこ。あ、普通に戦っちゃったこれ。めんどくせえ。毎ターン4ダメージがね。じゃあ全体4ダメージでかいのにな。グレートエクセレントじゃなかったわ。でもエクセレントとエクセレントじゃなくても、ダメージ変わんねえから、別にどうでもいいのかな。おい。マリオ攻撃しちゃってマリオ。いいぞ。なんでこけた？うわぁ、あれタイミングずらしてきやがった。悪い大人だ。よし。さあ、仕留めてやるぜ。だってルイージの攻撃分だもんね、ほんとエクセレントって。こけて、はい。威力が違いすぎるわ。よいしょ。まあ、レベル上がっていけば、そこも回収されるでしょう。さあ、お金は100コイン貯まりました。何買う？みんな。100円あったら、何でも食えるよ。そんな物価安ないから。キノコ王国って。あ、いや、キノコ王国ってのは、この豆国。豆ばっかな、枝豆とかばっかなんかな、この、いやー、全然ダメージ取れない。7やって。いや、でも枝豆好きやで、みんな。美味しいよね、枝豆。みんな好きじゃない？枝豆。美味しいよ。あ、いってよいしょ。こけるとこけないタイミングを測るの間違うと、ね、大ダメージ食らっちゃうね。意外と防御力が低いからな、やっぱ。でも、マリオ&ルイージシリーズとかこういうのってさ、基本防御は振らなくていいのよ。なんでかっていうと、大体攻撃避けれるから。ね。だから自分のテクニック次第で大体攻略できるっていう、すんばらしいゲームなんですよ。おいえーい、グッ。さあ、攻撃力また上げれるぜ。やべ、攻撃力だけ鬼高くなっちゃうぞ、これ。1、2、2、1、2、2。ちょっと待って、1と2しかねえんだけども。別の1回振るか。次。マリオ何振った方がいいんだろう。わかんねえ。なんかおすすめやったら教えてね、みんな。よし。やっつけまーす。さあ、道中の敵は全然やっつけますけど、ちょっとまだきついね。どう考えても。7！ え、7って今、すごくない？え、高い力！え、上がりすぎちゃう急に。マリオさん。マリオさんどうしたんですか急に。いや、防御力もかなり上がってる。おかしいでしょ、威力。いきなり敵が雑魚的になっちゃったよ。あらまあ、さあ、ルイージもこれでレベルアップだよ、ルイージ。さあ、ルイージも、なんかぼちぼちアップでーす。さあ、ヒゲとりあえず高めていきましょう。1と2しかね。ヒゲ高いとお店で買えるもの、買える金額が安くなる？ね。え、もう買えますので。よいしょ。なるべく、このままでいこう。よいしょ。あ、いや、
ウフマウンテン登山道、こっち。だけど、登山道よりも先に、ちょっとアイテム回収しましょうね。うれ。じゃ、これも道中の敵も、マジ雑魚じゃん。よし。だって、マリオが大体一旦で一旦やっつけれるんでしょ？マジ強いじゃん、これ。ルイージがもうちょっと強くなってくれたらな。あ、でも4出るようになった。あ、いける。これ、とどめでいけんじゃん、これで。こけて、ドン。よし。やばい。ワンタンキルできるようになった、これ。やべえ。じゃあ、レベルもこれで十分かな。なんか、マリルイってあれだね。なんか、レベル1上がるだけで相当強くなるね、みんな。ええな、それは。よし。さあ、上登れる？おー、なんや、この、あれは。竜巻注意、スピンに自信があるものは巻き込まれてみよう。さあ、ちょっと待ってください。別のルート探しましょう。出た、バッテンマーク。よいしょ。メイカー。あ、ルイージで踏んじゃったー。ニッティゴー。あ、カロンっぽいやつがいる。マメ棒レベル5。よし。さあ、行ってきた。お、宝物。アハマメだって。なにこれ。うわ、痛い！ 7 食らった。マリオ死ぬ。マリオ死ぬ。マリオ死ぬ。ピンチでマリオ。よし。マメ野郎。お、あぶね。ちょ、マリオ死にそうやから、ちょっとこっちの、骨野郎やっつけ先に。よし。うお、宝箱。なにこれ、キーナカー。おいしい。ラッキーの5ダメージ、回収一撃。よし。アハマメー。マミマミー。よっしゃー。経験値たくさんゲットでーす。ちょ、回復しよう、回復。よし。で、キノコ、マリオに使っておきましょう。で、アハマメって何？スタービーズカフェでブレンドしましょう。なんだっけこれって、アハマメって。なんか集めたらいいことあったよね、確かこれ。そんな記憶はあるよ、俺の中でも。倒すか、敵。豆よこせ。ほら。ほらほら、豆よこせや。ほら、落とさんのか、お前。エクセレント。さあ、とどめや。来いよ、来いよ。あ、痛い！ちょっと、ずるいし。ちくしょう。あ、落とさんかった、アハマメ。ただぴー。さあ、このままだったらマリオがまたレベル上がりそうだね。いっか。そこまで上げる必要ねえし。よいしょ。先進むの優先でいきましょう。よいしょ。でも敵邪魔やな、これ。おお。さあ、サクサクいきましょう。ルイジだよー。スピン。トゥルル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 ルハニワがおるで、ハニワ。いないやろな、これ。おー、カロンちゃん怖いな。え、どれが正しい道やろ、わからへん。これ何これ。ウフマウンテン水飲み場。あー、水飲むの？水飲みたい、俺。喉乾いたわ。え？広すぎてわかんねえ、ここ。シロップゲット。あった、水だ。生水注意。よし。とりあえず水飲むか。ばば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 。この火にかかってんのにかけたらいいのかな？えいや。さて、沈下して。あら、横のやつがなんか、あーって口開いてる。あ、竜巻発生状態になるんだ、これ。あら、面白いわね。それは。よし。おいえい。これ、なんか行ったら、山頂ついちゃいそうな気すんだけど。しょ、待ってね。山頂行くのまだ早い気がするんだよ、俺は。え、これ、おぉ、滝の中掘れた。ここになんかバッテンマークあるね。これが掘れるとこだよね。でも、いつ掘れるんだろう。こっち上行ける。あ、これも山頂っぽいオーラ出てる。あ、でも行けないか、ここは。こいつやっつけるか、とりあえず。よし。くらえ。どれえ。うっしゃー、さあ。おら !30 ダメージくらった。死ねやろ、さすがに。気になんかへい。よし。いいダメージ入った。これ、さすがに20棒通ってるから。死ぬやろ。よし。うわ、いった。危ねえ、今のマリオ。
くそ。序盤でこんな手こすってたら後半どうなんだよな、ね、まして。よし。経験値おいしい。カロン、うまいね、経験値。これ水出ないんだけど、なんでだろう。まあ、あー、落ちちゃった。変なとこ行っちゃった。まあ、とりあえず固定の右側とかもまた今度って感じなんでしょうね。ここの水の見場が復活してから。ハンマー出てからってことなのかな、わかんない。よし。で、スピンアタックで行きます。あ、セーブポイント。よっしゃ、セーブ完了。ね、順調に進んでおります。頂上まで行きたいなー。うるるるるるるる。キノコ。マリオかルイージどっちかも体力やばいよね。回復しときてえなー。お。またこれね、ジャンプにちゃんとして、これ、あ、やっぱ、お。どれぐらいが、うわー。やっぱこれリズムよくやれば結構稼げるよね。今ちょっと失敗したけど。失敗したけど、さっきいつもよりテンポ速くしたら、なんか、ま、いい枚数稼げた気がする。さあ、また豆野郎ども。これはまず、わーっと、踏んじゃった?イエーイ!なんかこれ、ブラザーアタック全体攻撃とかないの?難易度普通。難易度によってなんか、威力変わんのかな?ま、いっか。さあ、さっき敵やっつけちゃうでしょ。あ、出た、これ豆ゲットちゃう。アハ豆ゲット。やった。こっち来る?えい。さあ、豆棒いっちゃおうぜ。ルイージも強いからな、もう。かあ、でもやっつけらんねえ。うい!よし。やった、また豆だ。豆を落とす敵と落とさない敵がいるってこと?わかんねえ。まあ、落としてくれることにね。もう全然文句言うつもりはないので。ありがてえ。よし。さあ、また水かけるか。汚い。はい。変な仕組みだよな、これ。火を消せば竜巻発生って。これ、マリオとルイージ以外、この山登れねえじゃん、普通に。さあ、別のルートでまず見ましょうか。ほう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 。ほう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 。上行けないな、これ。水ぶっかけてくるって感じ?ああ、先にじゃあ右側を水ぶっかけるか。でも敵に絡まれたらめんどくさそう。オッケー、間に合った。あららららららら。先にここやっとかないと、二度手間だったってことかもしれないね、これ。この後のこと考えると。よし。さて、じゃあ行くぞーい。多分、山頂はボス、あー、マリオマリオ、ルイージの頭踏んづけられても怒らんのかな?優しいな、ほんとマリオ。ウィヒー!まだまだ行くよー。ウィヒー!よし。これ何のブロックこれ。何これ。あー!そこから水が出るようになったやつだ。変なの。あれどうやって飛んの?スピンで飛んの?うーい。あ、いけた。変な感じで取れたな。正しい取り方だったのかわかんねえけど。よいしょ。はい。ここ何?なんもないの?帰るかーってやつ。帰り道。あー、なるほど。ここに通じてんだね。オッケーオッケー。さあ、また水は、わばば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 、でぶ、ぶ、こっちです、ぶふふ。はい。これでまた水じゃなくて、竜巻が発生して、山の頂上まで行けるぞ。それだけで足りるかなぁ。ゴー!あ、二つあった。ラッキー。さあ、到着しました。ちょっと待ってね、こっち側行ってみたい。これどこ通じてんの?ああ、アイテムだけか。ワンナップキノコと、おお、コインいっぱい。よし、よっ。さあ、行こう。あ、看板読もう、看板。セーブポイントもあるな。登山道。え、まだあんのかな、これ山、てっぺん。長えな、ここ。めっちゃ光っとんで、あれ。
よし。さて、じゃあ皆さんね、時間的にもいい感じですので、今回はここまでとしましょうか。次回、ね、山の頂上へ登って、何する？ハンマー作ってもらいましょう。それではご視聴ありがとうございました。お疲れです。また次も見てね。じゃあの。